日本に帰ってきたー。海外の綺麗な景色も、美味しいご飯もいいけど、やっぱり日本に戻ってくると落ち着くよな。ほんとそれ。日常に戻ってきた感じがする。それで、ここから東京へはどうやって戻るんだっけ？最後の乗り換えは、LCC で行くんだぜ。お値段なんと、1000円だ。1000円。LCC は安い安いって聞いてたけど、本当にそんな格安なの？まあいつもはもうちょっと高いけど、今回はたまたまシーズンオフでキャンペーン期間中だったからな。ラッキーだったぜ。1000円とかその辺の電車賃より安いじゃん。なんたって今から使う航空会社は、空飛ぶ電車を目指してるからな。空飛ぶ電車？何それ超すごそう。ねえねえマリサ、そんな空飛ぶ電車の LCC について教えてよ。教えてくれたら、ピンクの飛行機が可愛い、テディベアを買ってあげる。来年から使えるカレンダーも欲しい。任されよう。おっしゃ、じゃあ今日は LCC の優等生、空飛ぶ電車を運行する。ビーチアビエーションの秘密について紹介しよう。これまで、フルサービスキャリア、ミドルコストキャリアを紹介してきたけど、ついに話題の LCC、ローコストキャリアまで来たわね。こう見ると航空会社の数も結構あるのがわかるよな。昔は JAL と ANA しかなかったのに。空が自由になったってことじゃん。それで、これから乗ろうとしてるビーチってどんな会社なの？どうして片道1000円なんて激安で運航できるの？正式名称、ビーチアビエーション、通称ビーチは、桃色の機体がチャームな航空会社。2012年に運航を開始した航空会社で、多く誕生した LCC の代表的な会社だな。へぇ、じゃあまだ10年くらいの若い会社なのね。そんな会社が空を飛ぶってちょっと不安じゃない？安全性とか大丈夫？そこは大丈夫。ビーチは設立当初から、ANAの関連会社として経営されているから、ANAの運航方法や、機体メンテナンスなどを参考にしてる。だから霊夢がイメージしているような安全に影響が出るようなことはない。今でもビーチはANAグループだしな。それを聞いて安心した。ちゃんと大手と同じくらいのレベルで運転とかメンテナンスしているのね。じゃあなんで安いの？安い飛行機を買っているとか？それも違うな。ビーチは2020年時点で38機の機体を運用しているけど、それらはすべてエアバス A320 っていう、世界中の航空会社で使われている飛行機だな。型式も比較的新しいし、日本でもANAやスターフライヤー、ジェットスターでも使われている。じゃあ新しくても中古の飛行機とか、ちゃんと新品を扱ってるぜ。古い飛行機は構造が複雑だから、整備に非常に手間がかかる。整備が面倒だと、必要な人員や作業量も増えるから、結果として整備コストは高くなる。また航空会社の運営コストのおよそ 25% が燃料費だと言われるけど、最新機種は燃費もいい。だからピーチを含めた LCC は新しい飛行機を運用しているんだ。じゃあなんでそんなにピーチは安いの？他にお金を削れるのは人件費くらいしかないじゃん。まあぶっちゃけ人件費を削っているという面もあるとは思うんだけど、ピーチが安い理由を一言で言うと、超効率化かな。どんなことやってるの？じゃあ次からはピーチがなんで安いかを、JAL やANAなんかの FSC と比べながら解説しよう。ピーチを含めた LCC 各社が安い理由その1。それが、飛行機の種類を統一しているからだ。同じ種類の飛行機だけを使ってるってこと？そういうこと。ピーチやスターフライヤー、ジェットスターは A320、ジップエアは B787、ソラシドエアは B737 でほとんど統一してる。なんで機種を統一すると安くなるの？安くなるならなんで FSC はやらないの？一つずつ解説しよう。まず飛行機の免許は、機種ごとに必要になる。だから機種を統一するとパイロットや CA、整備士の教育にかける費用を抑えることができる。さらに部品在庫も一機種用に統一できるから、その面でのコストも抑えることができる。確かにそれはイメージできる。たくさんの種類の飛行機を運転したり整備するよりは、一つだけの方が効率良さそう。でもそうだったら FSC もそうすればよくない？実はこの機種を統一するというのは、あるリスクを抱えることになる。そのリスクって、統一した飛行機が事故などを起こした場合だな。世界中で飛んでいる飛行機がトラブルで事故などを起こした場合、同機種の飛行機は全て運航停止命令が出る可能性がある。もしそれが自社で統一している飛行機だったら、超ヤバいじゃん。超ヤバいぞ。だから FSC では万が一そうなっても他の機種で代行できるように、いろいろな機種を抱えているんだな。過去には、B787 という飛行機が運航開始してすぐにエンジンのトラブルで運航停止になったから、もし B787 しか持っていない航空会社だったら運航できなくなる。
LCC は一つの機種しか持っていないから、もしその機種が運航停止になったら全便欠航になってしまう。というリスクを抱えているんだ。可能性は限りなく少なそうだけど、そうなったら大変ね。そうならないように飛行機メーカーの設計や製造、他航空会社のメンテナンスはしっかりしてほしいな。安い理由その2はズバリ。儲かりそうな人気路線だけ飛んでいる。儲かる路線、儲からない路線が飛行機にもあるの？もちろん、この辺は電車と同じだな。基本的に電車も飛行機も地方路線は儲からない。JR 東日本の場合は、山手線と新幹線が黒字で、その他ほとんどの地方路線は赤字。同様に航空会社も地方路線は赤字だな。例えばどんな路線が赤字なの？2019年度の穴の座席利用率を見ると、札幌釧路間、新潟那覇間、大阪福島間などは平均搭乗率が 50% 前後。また、JAL や ANA が出資する地域航空会社5社のうち、3社が営業赤字。全部が全部儲かる路線じゃない。儲からないならやめればいいじゃん。という意見もあるけど、JR 同様に空のインフラである飛行機もなくすことは難しい。特に離島間移動は住民にとって、替えのきかないインフラだからな。だから FSC は地方路線の赤字を埋めるために、儲かる路線の値段も高くしている。逆に LCC は、大都市にある空港間だけを結ぶ路線を多く就航し、値段を下げているんだな。そういう仕組みで飛行機の値段って決まっていたのね。ピーチは2021年現在、国内線33路線、国際線17路線を運行。その起点は人が集まりやすい、成田か、関西国際空港だから地方間路線は基本的にない。だから赤字路線というものは抱えていないし、純粋に安くても利益が出るんだな。多分日本に住む 80% くらいの人は、ローカル路線はなくなってもそこまで不自由しないけど、残り 20% の人にとっては超重要。今はその 20% の人たちのために 80% の人が少しお金を負担してるってことね。まあそれは JR を含めた、他のインフラも一緒だけどな。そして安い理由その3は、機内設備の簡素化や効率化だな。それはちょっと知ってる。LCC は何か頼むたびにお金がかかって、人を効率的に運ぶために座席も狭いのよね。その通り。同じ機種であっても、航空会社によって機内設備は大きく異なる。FSC では、座席モニターやエンタメ機器を導入してるけど、LCC では初期投資や整備費を抑えたいからそれがない。また同じ機種でも、座席数を増やせば、一度のフライトでより多くの乗客を運べて効率的だから座席も狭い。ちなみにジェルとアナのシート間隔は、平均79センチ。一方ピーチやジェットスターのシート間隔は、平均74センチ。たった5センチだけど、長い時間座ってることを考えるとちょっとでも広い方が楽かもね。機内食は有料、毛布や枕の貸し出しも有料。チェックイン時に預ける手荷物も FSC よりも厳しい条件を設けて課金している。乗客が持参する荷物を多少でも少なく抑えようとすることで、飛行機が軽くなって燃料費の節約にもつながるからな。そう聞くと、なんとなく豪華な飛行機をイメージしている人からすると嫌になっちゃうわね。ちょっと効率を追いすぎじゃない？そうかもしれないけど、実はこの方針、ピーチが目指すある方針に基づいているからなんだな。何それ？じゃあ次からは、ピーチが目指す飛行機の姿、空飛ぶ電車について紹介しよう。ここまで紹介したように、ピーチのコスト低減、効率化の熱意は凄まじい。多分 LCC で一番頑張ってる。その証拠に LCC の多くは経営がうまくいかず、破産しているパターンが多いが、ピーチだけは経営が順調で、2019年に同じ LCC のバニラエアと合併して、LCC シェアナンバーワンとなった。へぇ、ピーチが LCC の中ではトップなんだ。でもなんでピーチだけがうまくいってるのかしら。それはひとえにピーチが、空飛ぶ電車を目指してるからだな。空飛ぶ電車って聞くとすごい未来っぽいけど、どういうこと？通勤通学で毎日電車を利用する学生やサラリーマン、週末の遠出で電車を利用する家族連れ、月に一度の集会やお茶会で電車を利用するお年寄り。その目的や頻度は人それぞれだけど、ピーチはそんな電車に気軽に乗るような感覚を、飛行機の利用客にも持ってもらって、空の旅をより身近なものにしたいと考えてる。いいじゃん。ちょっと電車で隣町まで行くって感覚で、ちょっと沖縄行ってくるってことでしょ。最高じゃん。ピーチとしても、乗客に電車感覚で乗ってもらうことで、浮いたコストを低運賃などに反映することができるし、どんどんみんなに気軽に乗ってもらいたい。でもやっぱり気軽に乗るには、運賃っていう壁がある。そりゃ気軽に乗る感覚で1万円とかは払えないからね。せいぜい3000円くらいかな。だからピーチは、徹底的なコスト低減や効率化で運賃を下げているんだ。
そうは言っても、もうちょっといい感じのサービスをしてほしいと思うのはダメ？そう思う気持ちもわからないでもない。でもこの画像を見てほしい。これを見てどう思う？すごく、満員です。だろ？これと比較するとちょっと極端かもしれないけど、同じ電車なんだから狭くてもちゃんと座れるピーチの方がいいだろ。確かに。飛行機って考えるから、なんかリッチに移動したいって思うけど、電車って考えれば、まあ乗れればいっかってなるわね。別にサービスとかも最低限でいいし。よく LCC は時間に厳しくて、1分でも遅れたら飛行機なのに待たずに出発しちゃう。って言われるけど、そりゃ電車なんだから時刻通りに出発するのが当たり前なんだよな。普通の電車だって新幹線だって、お客さんがちゃんと来るのを確認して出発しないし。電車だったら1本後に乗れればいいしね。まあ、厳密には電車は1本乗り遅れても運賃は同じ。飛行機はチケットを再購入っていう差はあるけど。そこをクリアしたらマジで電車みたいにもっと頻繁に人が乗るかもね。かもな。そういうわけで、ピーチは安全を担保した上で空飛ぶ電車を目指して頑張ってるんだな。ちなみにピーチは海外にも路線を持ってて、韓国、中国、台湾、タイなんかにも格安で行くことができる。ちょっと台湾に行ってくる。っていう感じで、海外旅行ができる時代はもうすぐかもね。で今までピーチのいいとこばかり聞いてきたけど、何かデメリットないの？やっぱそこ気がついちゃう？さすがにいくらなんでも話が上手すぎかなって。じゃあ最後に、ちょっとだけピーチのデメリットというか、使うときに注意すべき点を紹介する。まずは離発着遅れ。これ結構あるんだけど、ピーチは一つの飛行機を超効率的に運用するから。何らかの理由で遅れ出すと、そこから後ろはドミノ倒しのように遅れ出す。代わりの飛行機とかないの？そんなものはない。一つの飛行機を極限まで効率よく使うのがピーチ流だ。ちなみに2017年のデータでは、FSC や LCC 各社を含めた中で、一番ピーチの遅延率が高い。あれ、じゃあ遅延したせいで次の飛行機とか電車に乗り遅れたらどうなるの？海外旅行とかだったら遅れたせいで、次の便に乗るために1日ホテルで待つ可能性もあるわよね。保証とかあるの？航空会社によっては、航空会社の機材トラブルなどであれば一定額の保証が出ることもあるけど、基本的にピーチでは、宿泊費、交通費などの保証はない。マジ？でも安心しろ。そんなこともあろうかと、ピーチでは遅延や欠航などで発生する宿泊費を保証する旅行保険があって、予約時に加入できるぞ。お金を払えばな。ってこんなとこでもお金払うんかーい。というわけで、空飛ぶ電車、ピーチアビエーションについては以上になるな。LCC の安さの秘密がわかったか？わかったけど、安いのにはちゃんとそれなりの理由があるって感じかな。まあ品質と価格は両立しないからな。目的や用途に合わせて、FSC と LCC をうまく使うのがいいんじゃないかな。ほんとそれ。絶対に遅れちゃダメな時に遅延してもらっちゃ困るからね。むしろそんな時はもっと早い段階で出発したり電車を使った方がいいかもな。それがいいかも。で、私たちがこれから乗る飛行機は大丈夫？そこはお前巫女なんだから、遅れないように神様に祈っとけよ。空港で祈る巫女。もしかしたら祈って天候を変えることができたら空港や航空会社にワンチャン就職できる？めっちゃ需要ありそう。これでこの動画は以上になるな。この動画を見て、空飛ぶ電車に乗りたくなったっていう人は、チャンネル登録と高評価をお願いします。よかったら他の動画もチェックしてくれると嬉しいぜ。次回は、日本最短。飛行時間15分。うちのあの翼を紹介するぜ。それじゃあまた、次の動画で。